っかく新しいエフェクター買ったのにな。ちょっともう一回店長に聞いてみよう。店長、はい、いらっしゃいませ。あれなんかギター違うくないですか。あ、そうなんですよ。この前実は思想用のギターでやってまして。なんかめちゃめちゃ可愛い。ちゃんと自分のギターを買っちゃいました。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。ありがとうございます。しかもフェンダーテルキャスターバインディング付き。そう、見た目がね、この色がすごいよくって、おうおう、一目惚れで購入してしまいました。あ、じゃあもう音とかじゃなくてもう見た目で。そうなんですよ。で、肝心の音なんですけど、はい、この前ね、エフェクターにこう、ハースフェイス合わせてもらったじゃないですか。はいはい。で、せっかくかっこいい音出るかなと思ってジャカジャカ弾いてたんですけど、なんかしっくりこなくて。ちょっとどうやって弾いてるかもう一回聞かせてもらっていいですか。はい。こんな感じなんですけど、めちゃくちゃかっこいい音出てるな。これで。そういいですね。もうかっこいい音出てるし。じゃあ今日は問題腕でしたね。じゃあ今日はこれで。解散。そうじゃなくて、もうちょっとかっこいい音が出したいですね。もうちょっと突き詰めたいわけですね。そうです。はい。了解しました。じゃあちょっとどうやって音作りしてるのか見ていいですか。今こういうセッティングでやってるんですけど。まあボリュームがいいですね。問題はここですね。イコライザーの部分、トレブル、ミドルベース、これが今ゼロになってる状態ですね。音だけ出ればいいと思ったからボリューム上げたのに。あるあるです。あるあるなんですか。ある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 ですね。ちょっとね、おすすめの音作りの仕方を、へー、一緒にやっていきましょうか。はい、じゃあ今日は店長にかっこいいアンプでの音の作り方を教えてもらいましょう。さあ、行くぞ。じゃあ早速、うん、どうやったらかっこいい音が出るのか教えてください。まあ、この今回使うのは、ローランドの JC120 っていう、まあ、どこのライブハウスでもどこのスタジオでもあるような、まあ、よく見かけるやつですね。はい、これのまあ基本的な使い方、まあ、すごいシンプルなコントロールなんですけど、まずこれね、今イコライザーがゼロになってますね。これはあまりよろしくないです。ああ、そうなんですね。はい、基本的に、まあ、JC の場合は全部これまず12時にしてもらうといいですね。このイコライザーをね、でこれでまず弾いてもらって、足りない部分を足す、出過ぎてるなと思う部分を弾くみたいな感じで音を作ってあげるといい感じになります。一回じゃあちょっとこれで弾いてもらって、はい、ちょっとエフェクター通さずちょっとまあすっぴんの音で弾きましょうか。はい、そうですね、これがまあ基本的に12時の状態で、この時に、まあ、テレキャスとかだとよくあるんですけど、ちょっとこう高音域の方が痛いかなとか、ちょっとキンキンしすぎてるなと思ったら、確かに確かに、この全部12時な状態のトレブルっていう部分をちょっと下げてあげると高音域がカットされるので、まあ、今ちょっと1メモリぐらい、じゃあちょっと減らしてみましょうか。はい、じゃあこれでもう一回弾いてもらいましょう。より確かに、ね、マイルドになったというか、うん、ちょっと耳に優しい感じになったら、うん、しましたしました。あ、こっちの方が好みかも。そうそうそう、こんな感じで、まあ、基本的に音作りしていくんですけど、まあ、これが例えばあのレスポールを使う場合は逆にトレブル上げたりとか、ちょっと低音で過ぎてるなと思ったらベースを削ってあげたりとか、うん、っていう感じで音作りすると、まあ、よっぽど変な音にはならないというか。へー、うん、なるほどなるほど、感じです。でこれをまあスタンダードにしてもらって、あとはエフェクターで調整していくみたいな感じですかね。なるほどなるほど。で、まあ、以前買っていただいたこのファズフェイスはですね、もうボリュームとファズっていうつまみしかないんで、はい、もう迷いようがないです。もうこれであとはね、ガシッと言っていただければかっこいいの出るんで、ちょっと言ってみましょうか。はい、わかりました。じゃあ途中でオンするんでね。はい、聞いてますね。はい、
ましたね。そうですね、めっちゃうるさかった。めっちゃ鼓膜がやばかったですね。エフェクターによって急に音がガーって上がっちゃうこともあるんですね。あります。なるほど、じゃあそういうバランスも見ながら音を作っていくことが大事ってことですね。そうそうそう、あれですね、リタリストへの階段2歩ぐらい登りましたね、今日で。なるほどなるほど。じゃあ今日ちょっとせっかくなんで、はいはいはい、この僕のギターと、うん、ジャズコーラス、はい、とハズフェス使ってもらって、店長のその、うん、ま、お気に入りのセッティングとか、あ、ちょっとおすすめのセッティングっていうのを実際にやって、ま、ずっとね初心者が弾いててもあれだ。謎にハードル上げてくるじゃん。かっこいいのをちょっとやってもらおうかなと思うんですけど、いいっすか。まあ結構実は自分もこれがスタンダードで正解な音だと思ってるんです。自分もテレキャスターとファズフェイスと JC 使うんだったら多分ちょっとトレブル削ってなんですけど、まあ、ちょっとおすすめな、自分がすごい好きなのはミドルっていうこの真ん中の中音域ですね。これを結構上げる音が好きで、なんでこれをガラッと上げます。30ぐらいまで上げて、でトレブルちょっともうちょっとカットして、こんな感じのつまみでちょっと弾いてみましょうか。はい、じゃあ実際お願いします。はい、どんな音するんでしょうね。はい、楽しみですね。ちょっとこうハイの方は削れて、真ん中中音域が出てきたんで、ちょっと音抜けがいい感じなんですよ。なるほどなるほど、はい、もうあれですね、音もすごいけどうまいですね、うん、ありがとうございます。なんか何年かぶりに言われたかな。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっと店長にね、もうちょっと近づけるように努力しようと思います。了解です。いっぱい練習します。頑張ってください。はい、ということで今日は店長に、うん、アンプの使い方をね教えてもらいました。はい、じゃあこのギターはありがとうございます。ダメ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 、本当にお金出して買ったやつだから返してください。はい、ということでまたお店でね、深い音作りとか聞きたければ、ぜひお店に来てください。大体自分いますんでね。はい、はい、というわけでまた次回お楽しみにしててください、うん、バイバーイ。